どうもー、世界数少ない100億人のファンの皆さん、おはようございます。原西です。はい、1月30日の朝でございます。はい、天気がいい。天気がいいですね、はい、うん、天気がいいですけど、皆さんコロナがね、流行って怖いんでね、ちょっと気をつけていただきたいですね。そうな、はい、そうかな。手洗い、うがいと、うん、マスクは、これは絶対した方がいいですよ、皆さんお前、してないんだよな。今日からします。今日からします。これは本当警戒した方がいいのね、うん、はい、特にパチンコ打ってるとね、ガスに結構しやすい場所なんじゃないかなと思いますので。そうね、はい、ハンドルもね、触っちゃうし、ご奉公してるやつもね、多いだろうし、人も多いし、玉もそうですね。玉もそうだね。はい、うん、ですね、はい、今日、明日にはものすごい動画を公開します。はい、ものすごいです、正直はっきり言ってすごいです、もう。はい、まだ何かは言いませんけど、うん、本当にすごいです。爆発すると思います、僕は。良くも悪くもね。良くも悪くも爆発すると思います。はい。はい。期待していただければと思います。はい。はい。いいですかね。はいよ。よし、じゃあ頑張りましょう。はい。行ってきます。イエス。自分次第で、どこにでも行ける。宇宙を突き抜けてどこまでも。僕今日の結果報告していきます。はい、しましょう。はい、うん、今日はね、西村さんが1日編集してもらって、はい、僕だけで稼働をしてきました。はい、はい、まあ、先にね、稼働どうだったかっていうと、今日北斗無双かな、まあ、中心に打ちまして、うん、はい、アマの方ね、アマレジの方ですね、うん、うん、回る台があるので、うん、それを打ちました、うん、で、うん、まあ何台かあって、はい、いつもは、回ると思ってた台がちょっと先に打たれちゃったんで、そんなに回らないだろうっていう思う台を打ったんですけど、うん、まあ、19.2 ぐらいで、うん、はい、で最高回る台が空いたので、あの8時半ぐらいにね、打ったという感じですね、うん、はい、で収支的にはプラス1万ぐらいです。1万ちょうどぐらいです。うん、はい、うん、まあ、うん、よかった、まあまあよかったんじゃないでしょうかね。キラキラちょっと、まあでも19点の台でほとんど打ったらキラキラぐらいですかね、9時間って。はい、うん、そうかもしれないね。はい、うん、っていう感じです。はい、で、まあ、西村さんね、今日まあかなりすごい動画をね、投下すべく編集に明け暮れてくれてたんですけど、まあそうな、うん、まあ、僕そうだな、まあ僕の今日の一日は、まあ、編集ずっとしてたけど、はい、まあどっちかっていうと、あの対策の方っすよね。おー、うん、あの YouTube 収益化やったぜって、うん、ね、3日4日前ぐらいにやってたわけだけど、はい、うん、そしたら29日だから、うん、昨日か、うん、昨日ね、なんか英語でね、メール来てんなっつって、はい、なんだこれっつって、僕の携帯にメールで、あのちょっと YouTube さんどうにかしてほしいですね。まあまあありがたい存在ではあるんですけど、ちょっと僕みたいに英語あの話せるペラペラな人はいいですよ、うん、はい、ただ日本人でね、英語喋れないとほとんどですから、分かる人ほとんどですから、僕はいいですけど、はい、あんま喋れねえんだから読めねえんだえそう、うん、嘘言うんじゃないよ。いやいや、そのことだ、ちょっと、はい、ついでに言えば、俺もそれなんか煩わしいなと思ったから、うん、日本語設定直しといた。あ、できるんかい。できるできたんかい。できるだろ、そりゃ。そうか、さすがに。できるんですね。失礼しました、YouTuberさん。天下も Google さんですから。あ、まあ、その方がいいんですよ。うん、で、それメール来ましたと。うん、あ、何かなと思って、よくわかんなかったから、うん、次の日にね、YouTube スタジオ見て、うん、何これと思って見せたら、収益化が、ストップ、うん、あの無効にさせていただきますと、はい、いうふうなお達しでした。あ、なぜと、うん、4日前に審査通って、うん、君たち大丈夫ですよと、うん、健全ですよと、うんうん、YouTube ポリシー守れてますよと、うんうん、であったにもかかわらず、好きな人はお返すようにチャンネルの収益化もう端から端まで全部無効ですと、うん、おお、これは大変だぞと、うんうん、でなんか見てみたら、
その理由をね、うん、見てみたら、なんだっけ、さ、再生、コンテンツ。いろんなのが書かれてましたね。なんだっけ、あ、なんだっけ。再利用されたコンテンツ。あ、再利用されたコンテンツっていう、まあ、ガイドラインというか、うん、そういう項目があって、うんうん、それに外れてしまっているよっていう動画が大半ですよっていうような書き方されてたんですよね。はい。うん、大半とか。大半ってね。うん、大半、と思いながら。で、再利用、再利用、と思いながら。うん、ちょっとだからね、よくわかんないですよね。本当ね。うん、まあ、要は、質が悪いっていうふうにちょっとまあね、今目指されてるであろうと思うので、うん、まあちょっとね、もうちょっと努力しなきゃなっていうところを感じたのと、もうちょっと詳しく教えてほしいなね、ちょっと具体性この動画のここの部分とかね、うん、書いてくれれば直しようかな、あるんですけど、うん、まあ、今動画ね300分くらい多分上げてるので、うん、その大半がとかね、書いてちょっと対策の仕様がちょっとね、うんうん、難しくて、そうなんだよね、うん、そうだからね、ちょっといろんな知人のねパチンコ YouTuber さんに聞いてみたりとか、うん、違うあのディレクターさんに聞いてみたりとか、はい、いろいろしてるんですけど、うん、まあちょっとまだ、ね、まだ具体的なね、はい、ここだっていうのがちょっとわからないんでね、うん、はい、まあ、でも予想されるところとしては、はい、あの結構増えてきたわけですよ、パチンコ YouTuber さんたち、うん、面白いね、うん、Twitter でもね、僕よくフォローしに行くんですけど、はい、あのいっぱいいるわけですよ、1000人行ってる、うん、1000人前後ぐらいのね、うんうん、本当こう僕らみたいに同じようなこう駆け出しの YouTuber さんみたいなのがいっぱいいるんですけど、うん、まあ、大体ね、あ、文句とかじゃないですよ、文句とかじゃないですけど、うん、大体傾向としては、基本1万円札をサンドに入れるときに、うん、やめろーとか、うん、あの、サンドがきっちりとか、ああいう系の声が入ってくるんですよね、大体。うん、で、頭とケツになんか報告とかさ、うんうん。で、真ん中はもうほとんど演出で、うん、暑いの来たらイエーとかさ、うんうん。大体それ。まあそうですよね、そうなっちゃいますよね。うん、もう7割そう、ね、7割どころじゃないと思う、もう俺が見てきた感じだともう大体みんなそれだから、うん、そうですよね、 YouTuber さん YouTube 本体の方もね、もしかしたらなんか似たり寄ったりの動画ばっか出してんなと、うん、いうふうに認識があって、最近何かと話題 の、 あの広告外し、はい、パチンコ業界ではねよく言われてるんですけど、うん、今、うん、そんな風になっちゃってるから、レッドオーシャン化しつつあるんじゃないかなっていうのが背景があるのを迎えるなって言ったんですね、うんうん、なのでね、まあ、僕らは今僕らは結構ね企画も違ったりとかってあるから、はい、うん、全然ね問題なさそうには見えるんですけど、そうですね、結構差別化、まあもっとしなきゃいけないかもしれないですけどできてるとは思うんですよね、あの試してる、うん、だいたいパチンコ YouTube 出してる人ってね、うん、顔出してないんですけど、うん、まあ、顔出してて、うん、トークもありと、うん、やっぱりやってるんであれですけどね、うん、そうね、まあ、うん、それだとしてもやっぱりまだ頭一つ抜けるほどの差ではないのかもしれないからね、うんうん、なんか何、あの客観的に見た時にね、はいはいはい、うん、うん、企画はあるけどさ、うん、だとしてもやっぱり演出中心の動画を作ってるわけだから、はい、うん、まあそう見えちゃうかもねっていうところで、で僕さっきはねいろいろ空言も話してましたけど、はい、イライラしながら、うん、とてもイライラしながらいろいろ話をしてたんですけど、やっぱり独自性欲しいね、うん、なんか面白いやってるコントラッチみたいな勢いでね、はい、見てくれるようなものがねできればいいなーっていう、そうですね、うん、理想では、はい、まあ毎回ねこういうピンチが来たらね、何か下の気づきとかチャンスがあるはずなので、まあな、はい、まあ、見直す機会なのかなという感じですよね、うん、そうね、はい、ね、うん、まあ、ありがたいかもね、逆にこういう、うん、
はい、うん、まあ、原因はちょっと引き続きわからないので、ちょっとまあわかる方いたらぜひ教えていただきたいですね。はい、ぜひね、うん、です。はい、じゃあバイバイ、バイバイ。